ココイチがあって、とんかつの和光とかもてんやもあるんだ。ここは大戸屋だしで、ワンピースって大きく書いてあるのはどうなんでしょうか。逆にありだな、好感度高いです。あー、かわいい。今日予約した宿です。あら、いいじゃない。ターミナル21入ります。でけえ。そういえばターミナル21で食事以外見て回ったことなかったんで、軽く見学していこうと思います。これが最上階の6階なんですけど、映画館ですね、おそらく。これは有名な人がモチーフになってたりするのかな。今まさに映画を撮ってる光景もあります。こっちは定番ですね、ポップコーンとか飲み物のお店があって、あとは携帯ショップかな、そういうのもあります。5階がさっきまでいたフロアで飲食系が多いですね。っていうかほぼ全店飲食かな、もしかして。4階も飲食中心かな。ココイチがあって、こっちは北海道っていうお店です。とんかつの和光とかも入ってます。タイ料理の辛さに疲れた人にもいいですね、こういうとこ。お値段は300バーツ台だから1000何百円かぐらいか、日本よりもちょっと高いかな。ラーメン屋さんがあって、タイ式の MK レストランがあって、ここもフードコート的な場所かな。てんやもあるんだ、吉野家もあって、奥の方にペッパーランチあったし、ここは大戸屋だしで、だいぶ日本食の濃いフロアだと思います。3階は飲食じゃないお店が多いですね。メガネ屋さん、ジュエリー屋さんがあって、これはボテロさんの彫刻かな。ああ、いい香りがする。おしゃれショッピングにいい場所でもありますね。こっちはアクセサリーだ。ワンピースのグッズがいっぱいあるんですけど、ワンピースって大きく書いてあるのはどうなんでしょうか、デザインとして。こっちは丸々コスメなお店かな。カバン屋さんとか靴屋さんとか、全体的に女性向けなお店が多いかなという印象です。これはどなたでしょうか。徐々に出てきたどなたかとは違いますよね。2階はスーツとかメンズファッションのお店多いです。100バーツとか200バーツの T シャツも見かけましたし、お値段もお手頃ですね。これはスポーツカードのショップかな。これは決闘するところですね、カードで。おもちゃ屋さん、これは調査兵団の服ですよね。お値段は、値札はあるのかな。あ、コスプレ衣装のお店か。なるほど。長いエスカレーターでいつもここ素通りしちゃうから、ターミナル21にこういうお店があるっていうのは初めて知りました。ゲーミングなお店もあるぞ。1階の愛称は東京なんですね。なんか嬉しい。招き猫がお出迎えしてくれます。鳥居があったりするんですけど、力士。僕が知らないだけじゃなくて、これはちょっとおかしい光景ですよね。柱に2人でぶちかましはしないですよね。幸せって書いてある提灯が何軒かにかかっています。日本人的には見慣れない光景ですけど、言葉の意味はいいし、これはほっこりしました。原宿、表参道、そっちは恵比寿、五反田、大崎、品川。山手線を模してるかどうかわからないけど、あ、下着売り場ですね、これは。ありがとう、売れる、かわいい店、土産。ほっこりします。僕最初はよくあるファンタスティックジャパニーズ系じゃないかと思ったんですよ、日本人が監修してない的な。でもね、狙ってやってるのかもしれない。自転車とか絶対ひらがなで書いてないけど、これかわいいから逆にありだな、好感度高いです。1階と2階の中層階はパリ、スカイトレインの駅と連結しているのがこのフロアですね。果物、マンゴー1キロ、マンゴー1キロで120バーツ、そんな安いんだ。飲食店も安かったけど、もしかしてここら辺も市場と同じような値段だったりするんですかね。
このフロアは庶民的なお店が多いのかな。 H&M とか、あ、スーパードライ、極度乾燥しなさいもある。あとスターバックスとかもあります。こちらがグランドフロアですかね。初めて来ました。ああ、さっき上からちらっと見えたんですけど、うわー、うさぎすげーたくさんいる。かわいい。600バーツ、2400円ぐらいで、おそらく販売してるんだと思います。20バーツって書いてあるし、多分餌をあげるのもできるんだと思います。ああ、ちょっとちょっと、え、豚？子豚？これは販売じゃなくて餌だけあげようコーナーかな。え、ちょっと待って、すごいことになってる。ハムスターがいて、あっちはヤギですか。あ、カメだ。でけえ。まさかショッピングセンターの1階でこういうことできると思わなかった。すいません、そのカメ取ったと、こうやってあげるの。コパンカ。カメのおやつ20バーツで買いました。癒されていきましょう。ああ、ごめんなさい。ああ、かわいい。かわいいけど、大きくなったら飼うの大変だなとか、現実的なことも考えたり。餌くれる人って認識されたからめっちゃ寄ってきました。子供もやってきた。餌の争奪戦で配置が立体的になってしまいました。結構たくましいですね、カメは。そして僕はカメに全ての餌をあげてしまったんですけど、ハムスターとかにあげることもできたようです。地下には瞑想とかダイソーもある。日用品とかそういうお店ですかね。さらに下は駐車場なのかな。スイーツ屋さんとかって、すごい一風堂がある。寿司店がある。あっち鉄板焼き屋さんだし、この建物全体的に日本率高いですね。スーパーマーケットがあるっていうのは初めて知りました。ここ最後の方でお土産物買いにまた来ましょう。そんな感じのターミナル21でした。ふと何の気なしに立ち寄っただけなのに1時間半もいました。すごく楽しかったです。時刻は13時55分、そろそろチェックインできる時間なので、改めて宿に向かいます。日本人常駐薬局というのがありました。いざという時心強いですね。スクンビットは駐在の日本人の方も多いと聞いてるんですけど、ああ確かにそうなのねって思いました。日本語の看板も多いです。日本に何通か絵はがきを送りたかったので、ここで買ってきます。暑い。スクンビットのソイ31番、ありました。あちら S ボックスが今日予約した宿です。サデカサデカ。あらあら、いいじゃない、とてもいいじゃないですか。景色昨日よりいいし、広いベッドがあって、でシャワールームとトイレがあります。水も無料でいただけますね。値段も安いし、一人旅だったらもう十分すぎるぐらいですね。クマがいるのも可愛い。昨日のホテルと比べるとちょっと中心部から遠ざかったんですけど、まあまあ選択肢の一つとしては全然ありっていうか、むしろいいですね。ここ気に入りました。たっぷり休んで17時7分、夕方の散歩出かけてきます。